キングがうまくいかないという人がいます。これね、大体ね、気持ちが入りすぎ、気持ちが遠くへ飛ばそうって思うからいけない。弾けばいいのね、修正する。これはもう自分で鏡の前に立ってこう振ってみ、差を持ってるつもりで、そうするとかっこ悪い、これはもうダメ。自分がうわっ、俺ってかっこいい、これはね、全てに対してうまくいきます。いいですか。別にキャスティングだけじゃありません。全てのフォームが一緒なんです。ゴルフだろうが、ボーリングだろうが、野球のピッチャーのあの動きであろうが、何でも全部一緒。鏡見てちょっと直してみては。かつてテレビ CM で超人的なスーパーキャストを見せた村田はじめ、ここで彼のキャスティングテクニックを見てみよう。今回村田さんの一連の動作を詳しく分析するために3台のカメラを持ち込んでみました。上の2台はノーマルスピードによる撮影、下がハイスピードで捉えた映像。全体のフォームと腕の動きにご注目。投げる方向にまっすぐ向かった姿勢はキャストする瞬間にもわずかなブレもなく安定しています。この安定した姿勢が正確なキャスティングコースを生む基本。そしてハイスピードで捉えた横方向からの映像、上体にブレはなく、肘から先、特に手首のスナップでキャストしている様子が分かりますか。ロッドを大きく振るのではなく、コンパクトな動きによってルアーを弾き出すイメージ。リリースポイントがキャスティング入門書などで言われている十字の位置よりかなり前方に寄っていることも確認してほしい。貫釣り専用の柔らかいロッドはしなりが大きく、従来のリリースポイントではまだルアーははるか後方にあります。ルアーを前方に弾き出すためには、さらに水平に近い角度まで振り込んで、ルアーの軌道が前方に向かってからリリースしてやる必要があります。自分のロッド、使うルアーでベストなタイミングは、ぜひフィールドに立ってその感覚を確かめてほしい。